ベトナムの軍服は1945年以降、現在に至るベトナム民主共和国、ベトナム社会主義共和国、ベトナム国、ベトナム共和国、南ベトナム解放民族戦線、南ベトナム共和国における軍服の変遷について述べる。フランスに対する独立戦争から米ソ冷戦を反映した分断国家の成立。 そしてベトナム戦争へという流れを反映して軍服においてもベトナム民主共和国は社会主義諸国の他方ベトナム国においては宗主国フランス、ついでベトナム共和国においてはアメリカ合衆国の影響を強く受けた形で出発し発展した。ベトナム民主共和国におけるベトナム人民軍の軍服は共産主義国の軍服のデザインを基本的に 踏襲しながら、その姿を作り上げたソビエト連邦とは、飛行風土が著しく異なる地において長く、実践を行ってきた事情から、サファリヘルメット、ブッシュハット、サンダルの導入等、飛行風土や実用性に合わせて、これを柔軟に改変してきた。また、野戦用の階級章や戦闘棒、略位、旧オリエリ式制服、ヘルメットには、旧日本軍の影響も見られる。 統一後のベトナム社会主義共和国では、中越戦争に至る中国との対立関係を反映し、勤務復党にソ連、東欧の軍服の影響をより強めた。また近年では、アメリカや欧州各国との関係が深まりつつある、ことから、戦闘装備では、西側の要素を取り入れつつある。ベトナム軍は、軍服よりも先に、階級章が制定された軍隊である。 ベトミン時代は1946年3月22日のベトナム民主共和国国家主席令により制定した階級賞を旅客した旧日本軍の制服にはめ込んでおり、1953年頃には人民解放軍の五重式や旧日本軍のものに告示した人民服型の軍服を採用していた。 統一的な制服が採用されることとなったのは1958年11月9日の国防省議定による。やはり人民解放軍の55式に告示した折襟リリに検証というスタイルである。また現在まで続く稲穂と車輪に金星後期の傍潮もこの時制定された。1982年4月9日、国防省は陸、海、 空の全軍の軍装着用統一を目的とした第463号奨励を発令し、折り襟から解禁のブレザーへと変更、階級別、種類別男女別の軍服とそれに用いられる素材を指定した。また、軍種、陛下ごとの希少のモデルもこの時に明確に規定された。しかし、当時経済的に低迷していたこともあり、材質は各個人まちまちという、 極めて貧相な外観であった。こうした風潮を払拭すべく、1993年11月、近代化に伴い軍の規律の向上を図る正規化運動の一環として、政府第94号議定が交付され、翌年3月26日の国防省第167号決定により交付。各種気象類や礼服に関する改正がなされた。主に常吹く。 礼服の項目では、士官養成棒に赤い鉢巻きを取り入れることとなったが、この改正の本質は、記事と規格の統一であり、鉢巻き以外の衣装は82式と、大きな変更はない。2005年3月から右胸に、名札の着用が義務付けられた。2009年12月22日の軍創立記念日に、向けて実施された2008年4月の改正で、 ベトナム軍の軍服は極めて大きな変換点を迎える。中国の07式軍服がそうであるように、この変更では西側の要素をふんだんに取り入れるものとなった。陸軍の布地はカーキ色から濃い緑色、空軍は陸軍と同一のカーキ色から青へと変更され、女性は男性と同一の官房からハイバック型の聖望へと変更された。 一方でクラウンを高くするなどロシアの要素も取り入れている。2009年8月頃、歯官養成棒に変更点が加えられた。まず顎紐の材質が金色からオレンジ色の太い編み込み式モールに変更され、二分されていたツバの羽飾りが一続きになった。一方召喚はツバの表生地にコーデュロイが貼られ、羽型装飾金具も大きめのものとなり、 顎紐は金色となった。鉢巻には波状の模様が入り、自称には黒章が刻印されることとなった。またクラウンの高さも左官や遺官より高めとなり、区別が明確となった。58式制定の際、より機能性を重視した野戦服も採用された。折り襟で一見制服と似ているが検証はなく、59年5月に、 政府議定第199号として、階級と陛下を襟に集中させた結合襟章が使用された。その姿は口述の無名無とも、相まって、急に本陸軍の98式内市3式軍を彷彿とさせるものとなった。また、アメリカの影響を受けてか、袖と腰にボタンがついているものも確認できる。現在、明細服の登場により、作業服へと、 用途変更されたが、現在に至るまで、材質や色合いなど細部を除いて、制定以来デザインに大きな変化はない。一方、迷彩服は1990年代から採用されたもので、作業服と同様の折り襟タイプである。迷彩柄は、グリーンリーフだが、特公平化では主に、ダックハンター、海軍陸戦旅団や海上警察では、海洋迷彩が使用されている。 近年では、プロテクトギアも採用されつつある。ベトナム軍のヘルメットとして、広く知られているのが、ムー行為であろう。制定以来現在に至るまで、長らく使用されており、ベトナム軍の象徴的存在となっている。しかし現在では近代化の波を受け、フリッツヘルメットへと徐々に換装されつつある。一方、ムーナーンは、物資不足を埋め合わせるため、ムー行為を模した。 統製のヘルメットで47年2月に軍で正式に採用された。皇室戦争が終わる54年頃まで存在していたが、ベトコンでは引き続き使用するものも多かった。南ベトナム解放民族戦線においては大きなエポレットのついた制服が制定されていたが、使われていたのは宣伝部隊等に泊まり、多くの兵士は当時のベトナムの農村部で、 一般的だった黒い木綿の野良ギや人民軍と同一の野戦服を着用していた。また、帽子には下半分が青の円形状が用いられた。軍服を着用した亡命元ベトナム陸軍将兵ら、ベレー帽は気象を右側に寄せ、帽子本体を左側に垂らす、フランス式の被り方をしている、ベトナム国におけるベトナム国軍は、 フランス植民地軍の補助部隊を母体としていたため、軍服にもフランス軍の影響が色濃く反映されていた。その後、アメリカの支援を受けたゴディン・ディエムらがベトナム共和国を成立させると、国民軍はベトナム共和国軍に再編され、米軍からの装備を供与されると軍服はフランス式を維持しつつ、気象や階級省に米軍の様式を取り入れるようになった。 再現された、当時の各種軍服を着用する亡命、元共和国陸海空軍将兵ら。部隊機を形容する左より、空軍パイロット、陸軍レンジャー、憲兵、水兵、警察官、トゥドゥック不評学校生徒、第18師団兵士、幼年学校生徒、空挺部隊員、海兵隊員、陸軍兵士、ダラット国家士官学校生徒各国からの軍事援助や、 戦争の混乱もあって、ベトナム共和国軍の軍服は非常にバリエーションが多く、多種多様な軍装が使用されていた。勤務服はフランス色を残した4種類のものが着用されていた。ブレザー、アイクジャケット、チノシャツ、半袖チノシャツである。アイクジャケットとチのシャツは60年代後半には、廃れた。 戦闘服は当初フランス軍の対47が使用されていたが、1960年代には国産化が進み、以降敗戦までにポケット型のアーミーグリーンの軍服が一般的となる。迷彩服も存在したが、高級召喚や空挺部隊、海兵隊などの特殊部隊を除いて、一般兵士が使用されることはなかった。陸軍、空軍では主にダックハンター迷彩。 海兵隊や民間不正規戦グループでは、ゴールドタイガー迷彩が使用されたが、詳しいバリエーションを見ていくとそのパターンは10、数種類にわたる。昇降用の階級賞は、襟上部に、菓子官兵は、左上腕部で、師団賞のもとに配する。連帯気象は、左ポケット、代替気象は、右ポケットに配する。レンジャー賞やパラシュート賞は、右ポケット上部に配する。 召喚の階級賞は星、左官、一官はプラムの花をかたどっている。ありがとうございます。